ピラールの聖母は、西暦40年に、スペインのサラゴサで起こった聖母の出現である。ピラールは柱を意味し、聖母が中上に出現したことにちなんで名付けられた。柱の聖母、中上の聖母とも呼ばれる。聖母、マリアの出現の最初の例で、かつ、唯一の存命中の出現である。聖地は、エブロ川の近くにある、ヌエストラセニョーラ・デルピラール聖堂。 ピラールの聖母は、スペイン及び、ヒスパニック世界の守護聖人とされる。五夜作、聖代やコブに現れた、聖母伝統的な古代スペインの伝統によると、西暦40年10月12日、初代キリスト教会の時代、イエスキリストの十二使徒の一人である聖代やコブは、まだ異教の地であったローマ帝国属州ヒスパニアのカエサラウグスタで、福音を説いていた。 聖代やコブは回収者が少なかったので落胆していた。彼が弟子の何人かとエブロ川の騎士によって祈る間、聖母マリアが天使を連れて柱の上に出現するという奇跡が起こった。聖母は、聖代やコブに人々は最終的に回収するであろう。そして彼らの信仰は今聖母が当たっている柱と同じぐらい強くなることを受け負った。聖母は、 聖代やコブにその柱と木彫りの木造を与えた。聖代やコブも、また聖母が残した柱があったところに教会を建てさせた。一般的に信じられているのは、当時聖母は存命中でエフェソスかイエルサレムで暮らしており、聖母が聖代やコブに現れたのは、同時に2箇所以上に存在できる力を使ったので、あろうということである。聖母が亡くなったのは、 キリストの死後3年から15年後だと信じられている。教会が建てられた後、聖代ヤコブは数人の弟子と共にイエルサレムに戻り、そこで殉教者となった。大小ヤコブの伝説によると、彼の体はスペインの地に戻された。マントをつけたピラールの聖母の木像。このマントは神聖である。ピラールの聖母の出現は伝統的に聖なる出来事として、 広く受け入れられている。初期の教皇は、聖母の出現と聖堂の建設を正当とする教皇直称した。教皇カリストス3世は、ピラールの聖母に対する巡礼を奨励する文章を1456年に出している。スペインの大聖堂が建設される基礎となったことと、この奇跡はよく知られている。この大聖堂の由来となった奇跡について、多くの矛盾が生じていたため、 教皇インノケンティウス13世の時代に、スペイン国はこの問題を解決するように教皇庁に、訴えた。12人の数奇教の慎重な調査の結果、その問題は落ち着き、1723年8月7日、ピラールの聖母の記念日は10月12日に祝われる、こととカトリック教会の公式日課には記載された。教皇クレメンス12世は、1730年に、 スペイン帝国全土において、ピラールの聖母の祝日を祝うことを許可した。この日が、アメリカ大陸の発見と同じ日であったので、ピラールの聖母は後に、ヒスパニック世界の保護者と名付けられた。マントのみ撮影したもの。折り紙のように幾重にも折られている多くの反対意見にもかかわらず、聖母マリアによって残されたとされる柱は、現在は、ヌエストラセニョーラ。 デルピラール聖堂の中に祀られている。1434年に、元の教会が焼け落ち、現在のバシリカは再建されたものである。エボロガーのアゼに立つヌエストラセニョーラ・デルピラール、聖堂聖母像については、それが本物かどうかの審議は定かではない。本物の木像は1434の教会が、火災にあった時に燃えてしまったとする説もある。反対に他の説では、 現在もの木像は当時のものであると主張するものもある。聖母マリアの像は木製で高さは39センチ、左手に子供のイエスを抱いており、そのイエスの左手には鳩が止まっている。柱は高さ1.8メートルの壁玉の木で作られている。16世紀以来、柱は通常スカートの形をしたマントがかぶせてある。その前代は、 聖堂のケースに守られさらにそのケースは銀のケースに入れて保管されている。木造には1905年、セーピュス5世により、教会の規定に従って冠を乗せられた。現在のサラゴサにあるヌエストラセニョーラ・デルピラール聖堂の建設は1681年に始まり、1711年に完成した。18世紀の増築で、 縦130メートル、横幅67メートルとなった。ありがとうございます。